お金で花束を作ってバラと一緒に混ぜてあげたりする人が多いです。これは K-POP の男の子たちとか見てて日本の人で思ってることが多いと思うんですけど、韓国の男の人って K-POP の人とかがよくメッセージとか出すときにお母さんに対するメッセージすごく出すじゃないですか。はい、でマザコンじゃないですよとかみんな言ったりしますけど、実際にその男性ってお父さんよりお母さんとの絆の方が強いのかなと思うんですか。確かにそうですね。まずマザコンの基準が何ですかね。親孝行とマザコンのこの間はどこなのかっていうのをまずちょっと決めていただいて話をしたんですよ。多分そこが日本人と韓国人と違うと思う。難しい。日本人でも人それぞれだ。面白いかもしれないですけどね。そうなぜかというと、韓国でマザコンっていう意味は一人で何もできないっていうのがマザコンなんですよ。それは教育が悪いとかっていう感じになって、それをマザコンってよく言います。で、日本でいうマザコンっていうのは親孝行に値することもしちゃいけないんですよ、韓国から見ると。でも韓国でマザコンっていうイメージはただ子供の男なんですよ。そういうなんかママボイっていうすっごい不純なやつでもなくて、悪いやつじゃなくて、ただ自分の決定意思がない、教育が悪いっていう意味が強いんですよ、韓国でいうマザコン、ママボイっていうのは。で、お互いに多分考えてるこの基準が違うと私思うんですね。多分日本の人から見て、その K-POP のどこの子たちとか見てて、へえと思うのが、なんかお母さんとすごい抱き合ってる写真をこう見せたりとか、よくインスタとかにお母さんをバックハグしてギューッと手をつけてるのとか、なんかそれはやらないなっていうイメージがありますね。それはだからカップルと同じ感じなんですよ。韓国って恋人同士でスキンシップめっちゃ多いんですよね。で、日本人がスキンシップ全くしないかって言ったら、二人でデートしたら多分見ないところでしますよ。ただ韓国は人の前でちゃんとやってますよっていうのを見せないと、アピールをしないと損しちゃうから、あえて大きく見せるのが多いんですよね。で、お母さん、そしてアイドルがそんなことやるんじゃないですか。まず第一、お母さんとのコミュニケーションがあんまりできてないからですよ。普段会えないから。普段会えないし、こいつってだって毎回なんか海外とかで歌ばっかり歌ってて、ファンミーティングばっかりしてて、こんなイメージずーっと持ってくと、観光人はまず何を考えるかっていうと、こいつ親とは仲いいのかなってなるんですよ、まず。なるほど。じゃあ何を見せるかって言ったら、バックハグ、こうやってって、そういうのを見せないと、で、それを見せて、やっとバランスよくて、ほのぼので終わるんですよ。なるほど。でも日本人から見たらそんなのなくて、私はこの人好きだからずっと見てるけど、それだけ見せてほしいのに、お母さんがああやってるから、こいつマザコンなのかなってなっちゃうんですよね、多分。で、そうじゃないですよ。本当のマザコンだったら、多分お母さんと写真撮らないと思う。私もアイドルがそういう風に撮ってるのは戦略だと思います。ああ、なるほど。お母さんのこともちゃんと考えてる、僕をアピールしてるってことですね。私が思っている韓国の最強のマザコンが近くにいるんですよ。はい。Jちゃんの弟。いや、でもそれでも別に、まあ、半分ギャグ、半分ちょっと心配っていうのもあるんですけど、そこまで心配はしないマザコンですよ。この人、今30、何歳だっけ？32とか、いい年してますよ。そうそう、私は20代だけど。うん、いい年してて、顔が、ホヌンミンに似てるんですよ。そんな。まあ、普通の男で、女性に好かれる顔ではない。なんかこう、美容には興味ない。多分床屋さんで適当に髪切ってるようなイメージ。 BB なんて絶対脱がないし、服も買わない、まあ、ほんと普通で、ただしっかりしてますよ。あの、勉強もよくしてて、自分の家も今20代でも投資して買って売ってまた買ったりとか。お母さんの悩みは一つですよ。 J ちゃんのお姉さん結婚しました、子供2人、あ、 OK で、 J ちゃん結婚しました、あともう1人欲しいけど、まあいい、 OK でも自分の息子、昔のお母さんの頭の中には息子しかないですよ。長男、こいつなんで結婚しないになるわけなんですよ、うん、で、する気が見えない。逆にだからじいちゃんに連絡して、あなたがちょっとなんか結婚いいよって言ったりとか、いいと紹介したりとか、これ連絡くるんですよ。面白いのが、お母さん曰く、こいつは恋愛をほんとしてないって言ってて、うん、でも裏でまあ男性は恋愛しますよ、多分恥ずかしいから言わないだけじゃないですかって私言ったら、いや、毎日出勤するときと帰り30分ずつ私に電話かかってきて、話しながら帰るとか言ってたんですよ。いや、これ聞いて、これは普通じゃないと思ったんですよ。ちょっと依存しすぎない？
まあ、たまに、まあいいけど、毎日その気持ちが、まあ本人に聞いてみないと分かんないけど、ママが、お母さんが寂しがってるんだろうなって思ってかけてあげるのか、うん、本当に自分が寂しくてかけてるのか、どっちかなんですよね。でも、お母さんがそういう教育をしたようにはあんまり見えないんですよ。まあ長男だから特別扱いするっていうのは、まあ、どの家庭もそうなんですけど、お母さんはもう本当に電話が来なくなったら彼女できたって考えていいだろうって言ってるので、別に来なくなっても悲しいとか話しないし、誰連れてきてもいいから早く結婚してほしいとか、そうやって言うんですよいつも。だからそういうところを見ると、自分の仕事しっかりしてるし、決定権も自分が持ってるのに、でも電話毎日はやっぱりちょっとマザコンに入るんじゃないかっていう考えを持ってるんですよ私。でもこのぐらいですよ本当に、私が思うママボイっていうのは。でまず、芸能人とかは嘘だとこの弟さんもお母さんとハグして写真載せないんで、そういうのは全くしない、しないんですよ普通に。あとこういうのあります。私たまに韓国帰るとお母さんが、家が結構こう坂急だったりすると、一緒に行こうみたいな、お母さんがこう腕組んだり普通やるんですよ。で手つないで歩いたり私もやりますよ、でそれもなんでやるかって言ったら、私多分お母さんと住んでたらやらないと思いますよ、たまにしか会えないっていうのもあるし、やっぱりそういうのあるよね。なるほど。じゃあその母の日とかお誕生日とか、お母さんに対する何か親孝行とかプレゼントみたいなものは必ずするんですか？たまにお母さんの誕生日忘れてしない時もあります。私は全くしないですね。韓国の普通の人はみんなしますね。お金送ったり最近流行ってるのが、お金をこう丸めてなんかビニールとかに入れて、それをケーキの下に隠すんですよ。ケーキの箱を下に隠して上からこう引っ張り出すんですね。そうすると、5万ウォン札がずっと永遠に出てくるんですよ。それ面白い。そういうのをよくイベントやったり、お金で花束を作ってバラと一緒に混ぜてあげたりする人が多いです。すごい。やっぱその韓国のイベントの盛り上げ方すごいですよね。まあそういう会社が多いですよね。花屋さんとかそんなだって最近花買わないから。花にさせるようにこうしといて、お金さして、うちのお姉さんもお父さんの誕生日の時にこうよくヒップホップのアーティストがこう銃で撃ったらこうお金がこう飛んでくるあるじゃないか、それ買ってあげたりすごい面白い。 お父さんの誕生日の時もやるんですか？そうですね、そのお父さんの誕生日、お母さんの誕生日、母の日、韓国は母の日と父の日が一緒だから、その日もやったり、あと、こういう家多いと思うんですよ。Jちゃんの場合もそうなんですけど、お母さんの誕生日とお父さんの誕生日が同じ時期なんですよ。まあ同じ時期じゃなくても、お母さんの誕生日は大体パスします。大体お父さんの誕生日にまあ集まりましょうとかっていうルールがあったり、まあその日にお金を送ろうねとか、こうお小遣いとかっていうルールはやっぱりお父さん中心の家が多いんじゃないかなと思いますね。そのお父さんお母さんって韓国語で主にとかオンマとか、あとアッパーとかアボジーとか何種類かあるじゃないですか、はい、それって日本でいう例えばお父さんお母さん親父お袋パパママみたいな感じで、ちょっとその親しみの度合いみたいな、もしかしたら甘えみたいな部分が入ってての違いなんですか？全部置いといて基本アッマアッパですよ基本で。大人になってアッパーアッパーって言ったらちょっと軽く見えたりはして、ちょっと敬う形を自分が出したい場合にはアボジって言ったりします、もしくは逆にお父さんの方から、いやアボジがヘッサーとか、こうアボ自分が自分のことアボジアボジってよく言ったり、なのでアボジはよく言いますよ、まあ、敬語使ってる人だったらほとんどがアボジ。でもアッパって言ってそれが失礼とかではないです。あとオンマはうちのお父さんも自分の母、私のおばあさんも、まあ今は亡くなったんですけど、普通にオンマオンマって言ってたんですよ。で別に甘える感じとは違います、オンマっていうのが。なんか普通の言い方って考えればいいのかな、でよく軍隊へ入る前とこう行ってきた後とか分かれるっていうね、その視点から変わるとか。軍隊に行ってみんな重荷って言うから仕方なく自分も重荷って手紙書いたりとかはしました。私もあと人の前では重荷重荷って言ったり、でも二人でお酒飲んだりするときはまあオンマってまた変わったり、私敬語は使うんですけどオンマオンマっていうのが多いです。オンマにも言うんですけど、私も敬語使ってるんですけど、主にアボジって一度も読んだことないです。
じゃあジェイちゃんはオンマアッパなんですか。うん、そうですね。それが自然な感じです。ジンさんもオンマとアッパ、それともオンマとアボジなんですか。オンマアッパが基本多いですね、私も。じゃあ、まあ人前でうちの父がっていう時にはちょっとこうアボジになったり、ね、そうですね。そこすごい面白いのが、自分の身内だったら日本だと下げる場合多いじゃないですか。はいはい。韓国は自分の親を下げ、まあそれがまあ基本一緒なんですよ。概念は一緒なんですけど、相手に自分の親は尊敬する存在っていうのは相手もまあ承知の上なんで、うん、アボジがとか言っていいんですよ。なるほど。あとドラマとかを見ていると、そのお母さんが息子のことをめちゃめちゃ可愛がって、ご飯の上におかずをこう乗っけてあげたりみたいな場面が出てきますけど、やっぱりお母さんが息子にすごく世話を焼くっていうのは当たり前なんですか。あ、これもうマザコンとはまた違くて、私のお母さんは私にしません。でじいちゃんのお母さんが弟にもしないんですよ。でもうちのおばあさんがお父さんにはやってたんですよ。あのうちのお父さんすっごいこう中長度の人間なんで、すごい冷たいんですよ、まあ、あんまり喋らないし普通に、うん、でもあのお母さんの感覚からにすると、可愛いとかよりすごい久しぶりに会ってすごい嬉しいっていう方が大きくて、설날とか추석しか全員集まらないんじゃないですか、うんうん、そうすると孫もいるし、うん、息子たちもいるし、いるんですよね。こう20人とかバーってこうご飯食べてるわけじゃないですか、うん、その時におばあさんはご飯一緒に食べないんですよ。もう見てるだけでお腹いっぱいっていつも言ってて、だからあげるのが楽しいんですよ、餌やるみたいに。なるほど。だからここでボール持っててタチオとかなんかこう石餅とか、あい食べて食べて、あいいいおいおいおいって言って、あい大丈夫って言って、まあ、こうあげるってイメージが大きくて、ジェイちゃんのお母さんの場合はこう乗せたりまではしないんですけど、やっぱり何かしらします。エビの頭を取ったりとか、食べやすく何かしらしてるんですよ。やっぱり食べないんですよ、はい、これそれが好きで。だから多分一緒に住んでたらやらないよ。うん、そうそうそんな感じですだからすっごいなんかそういういやらしい感じで、なんかこうマザコンだからとかなんかそういう感じはあんまりないんですよ。多分親しみのあるすっごい久しぶりに会って嬉しいからとかっていう方が大きいかな。あ、ちょっと話それるけど、日本でよく聞くのが旦那に相談してみますとか言うじゃないですか。はいはいはい、そうそう、それもちょっと最初違和感感じた。で韓国もそうじゃないですか。韓国は相談しない。シャネルバッグ50万円のやつ買うのに旦那と相談しますっていう人いる。例えば家にその浄水器入れるとか、子供の塾とか、それよく使うんですよ。え、韓国も相談しない？いや韓国はしない。あ、そうなんですか。でもそういうところなのかも、うん、それなんか分かります、おっしゃってる意味は結局日本出てるマザコンも決定権がちゃんと下せないっていう状況下のことを言ってるとは思うので、根本は同じかなっていう気がする、うんうん、でも私もし家に浄水器を買うってなったら一応旦那さんに相談するな。私もすると思いますよ。マザコンじゃなくても浄水器を入れてあげるのにお母さん困っちゃうじゃんいきなりこうでっかいのバーンって入ってきたら嫌じゃないですか